はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、なんとこれやります。アスロングのシャンプーとトリートメント、これ最近すごい話題のシャンプートリートメントで、まあオーガニックでまず作られているので、頭皮にも髪の毛にも優しいと、あとまあノンシリコンなんで余計なものが入ってないので、ベタつきとかいつも気になる方はまあまあ使えるかなと。特に頭皮とかもう多分ベタつく方も多いかなと思うので、これも結構使えるってことです。で、コンセプトがなんか素髪に戻すみたいな、元々の綺麗な髪の毛に戻すみたいなっていうコンセプトなんですけど、まあ小家さんのね、はい、この髪の毛ちょっとパサつきだったら結構ダメージが結構進行してるんですけど、こういうダメージもにも結構効くっていう風にちょっと歌ってたので、ちょっとそれを今日は検証していきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。はい、これがビフォーの段階です。ちょっとこうパサつきとうねりが少しあるんですけど、あと引っかかり、こう指通りがちょっとやっぱりダメージもなのであるので、この状態でシャンプートリートメントをしっかりやっていきます。まずしっかりとシャワーで流していきます。次にシャンプーを出していきます。まず手で少しだけ泡立てて根元の方につけていきます。次に少しだけお湯を足して泡立てていきます。結構泡立ちはかなりいいかなと思います。で、これでシャンプー1回していきます。洗った感じ、なんか少しまだシャンプー剤ついてる状態なんですけど、こう引っかかる、まあちょっとノンシリコンなんで多少引っかかりがある子かなと思うんですけど、それがちょっときしみがある状態ですね。今流した状態なんですけど、さっきよりもこうきしみがなくなってきてる状態ですね。次にトリートメントをつけていきます。まず毛先中心につけて根元の部分まで伸ばしていきます。あんまり根元にこうベタベタにつけすぎるとあんまり良くないので、なるべく中間から毛先残った分を根元の方に伸ばすようにしてください。粗めの櫛でちょっと溶かしていきます。溶かす時も毛先から順に根元の方に向かって溶かしていきます。結構この溶かしが重要で、かなりトリートメントの浸透率も結構変わってくるので、しっかりと溶かしてください。このまま少し時間を置きます。で、時間を置いたらしっかりと流していきます。上がってきた状態でちょっと櫛で溶かしてみるんですけど、結構櫛通りも良くて引っかかりが少ない状態になってます。この状態から乾かしていきます。これがドライヤーした状態です。ブラシもストレートアイロンも何も通してない状態で乾かしただけなんですけど、まあ多少ちょっと毛先のパサつきというか、なんかこう細かい毛は出てきてるんですけど、引っかかりだったりとかうねり、手触り感も結構サラサラっとしてる感じになってます。
こんな感じで仕上がりました。ありがとうございます。で、まあ、使ってみた感想なんですけど、どちらかといったらこうシャンプーは、まあ、泡立ちすごく良くて、でも洗ってる時はちょっときしむかなと思います。なんかまあノンシリコンやから、まあ、きしむかなと思うんですけど、流してみたら別にきしみもなく普通に指通りも通ったんで全然いいかなと思います。でトリートメントに関しても全然つけた瞬間からも指通りめちゃくちゃ上がって、でまあどちらかと言ったらこうめちゃくちゃしっとりするっていうよりはちょっとさらっと仕上がる感じの質感かなと思うので、まあ猫っけさんだったりとか、まあ、あんまりこうなんてしっとりしたくない方におすすめのシャンプーとトリートメントかなと思います。もちろんこのね、美咲さんのこの毛先ダメージ毛の方とかでも結構指通りも結構しっかり良くなるので、まあそこに対してこうなんていうんですかね、しっとり感めっちゃまとまり感が欲しいという方は少し物足りないかなと思うんですけど、じゃなくてこう指通りを意識してこうサラサラっとしたヘアを求めている方は結構使える商品かなと思います。でやっぱこれ使い続ける方がなんか効果があるって書いてたので、まあ、気になる方よかったら使ってみてください。そんなに高くないかなと思います。はい、はい、じゃあ今日は最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。